談話分析、または談話研究は、記述による言語使用、発話による言語使用、身振り手振りによる言語使用を分析するための様々な方法論である。談話分析の対象となるのは、言説、記述、談話、会話、伝達行為などで、文、主題、発話行為、会話のやり取りにおける、守備一貫した連続性によって様々に定義される。 伝統的な言語学とは、対照的に、談話分析は、文教会を超えた言語仕様の分析だけではなく、自然に生じる言語仕様、操作されていない、状況下における事例の分析を行う。談話分析は、それぞれ仮説や方法論を確立している、言語学、人類学、社会学、認知心理学、社会心理学、国際関係論、 コミュニケーション研究などの様々な社会科学の研究領域と関連して応用されている。談話分析で主に扱われる言説は、比喩、表彰、物語、陳述などを含む特定のまとまった意味の集合とその表現法を指している。言説が意味を示す場合は、あらゆる言語仕様の背景となっている意味の構造で認めることができる。一例としては、彼は、 宗教の信者であるという言語仕様においても宗教が非科学的で非合理的だという言説に基づくのと宗教は人間の精神性を育むものだという言説に基づくのとでは癌にするものが全く異なることで示すことができるあらゆる対象には多様な言説が認められておりそれぞれの言説がそれぞれの意味を構築しようとしているのであるあるテクストに含む 内的矛盾や事業されている諸前提を明らかにしながら隠された意味を示すことや、諸心理とみなされるものが、どのような権力関係を持ちながら構築されているのか、その言説は、どのような発展を辿ってきたのかを明らかにすることが、談話分析によって可能となる。具体的な方法論としては、研究対象となっている言語を精査した上で、反復されているために重要と思われる記述に、 着目し、記述された特定のイメージを形成する意味の語彙を抽出する。そしてそれら語彙の対称性や類似性に注意しながら、それが含意するものや、その意味の関係性において、矛盾や抑圧、また特定の目的意識が発見できないのかを、試みる。談話分析の理論的背景には、社会構築主義の思想がある。社会的構築主義では、自明とされている。 客観的な世界観を方法論として会議することで多様な分析の着眼点を示す。例えばそれは男性や女性という人間の基本的範疇が生物的性差を反映するに過ぎないものかを会議することである。通常において使用されている概念や範疇は必ず特定の歴史的文化的背景を伴うものであり、従って自明な概念や範疇を持ち出すことは 疑わしくなる。世界を把握するためのあらゆる知識はそもそも社会生活によって構築されたものであり、その社会関係においては、真偽という概念すらも社会による恣意的な決定に左右されうるのである。ありがとうございます。